毎日楽しいですか？当たり前じゃないですか。だって僕毎日笑顔です。毎日ハッピー、楽しいぜ、人生最高だぜ。どうしたら銀太くんの肩に乗ってる太郎くんと仲良くなれますか？お姉さんすごいです。まさか見ちゃいけないもの見えてるんですね。あれ、ナルトさんですよね。いえ、違います、カカシです。私はカカシです。次のコスプレは何がしたいですか？別にしなくていいです次のコスプレは何やりたいかってなった時に、俺マジでアニメ見ないから分かんないんですよ。何のコスプレがいいかな、何のコスプレがいい。じゃあ逆に募集しといて俺に似合いそうなコスプレなんか募集しといてください。募集、じゃあ募集、みんなの募集待ってますね。お願いします、みんなの募集待ってますね。過去に一番楽しかった撮影は、いやー、一番楽しかった撮影は選べないね。だってたくさんあるから。タイとかでやっぱタイとかみんなで行った時の撮影っていうか、まあ撮影っていうより遊びだったんだけど、遊びに近い撮影、まあ、その遊びに近い撮影みたいな、旅行撮影みたいな感じなのが一番好きかな。旅行撮影みたいなのが一番好き楽しいじゃん。お、あと、あ、沖縄も楽しくて、あ、沖縄か、やっぱり、2年前か3年前ぐらいの沖縄。銀太くんの好きな四字熟語は何ですか？下克上。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。ありがとうございます、皆さん。もしここ見てる人で、いいねしてくれてない人かったら、してください。水。チャンネル登録してね。何を言いに来たかというと、僕知ってるんですよ、あなたがチャンネル登録してないの。僕たちの管理画面データで出てるんですからね。半分はチャンネル登録したいんですよ。してくださいよ、チャンネル登録してくださいよ、お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの？そこのチャンネル登録ってボタンポチッと押したら終わるじゃん。1秒で終わる。別に高評価もせんでいいし、コメントもせんでもいい。チャンネル登録だけポチッと押してくれてから、もうそれでいい。ということで、本当に心からちょっとチャンネル登録してほしいです。今まで冗談でチャンネル登録してんね、チャンネル登録してんね、気持ちこもってないよ。今本気で言おうけ。チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションが上がって面白い動画いっぱい作るけん、頑張りますよ僕。お前らはこれぐらいせんと構わんやろ。よろしくサンキュー。